しています。長男くんが寝ている隙に、次男くんの授乳を終えまして、次男くんはこうなんかね、どっか体が触れてるとね、寝てくれるから、緊急事態宣言が明けましたね。緊急事態宣言が明けた今も、まあそんなに変わらず近所、ご近所に公園に行ったり、昨日と今日は長男の、昨日は長、あの、今日も病院に行った感じです。昨日は長男の、予防接種、今日は私や次男くんの皮膚科で、アレルギー検査の結果を聞いたりしていました。はい、そんなわけで緊急事態宣言が明けましたけども、家でまったり過ごしている今日この頃です。ちなみに今日は、結婚記念日3年目に突入します。夫はお仕事に行きましたね夫が帰ってくるまでに、そう、結婚記念日は、まあ、特にお金もないですしので、あの、そうですね、ちょっといつもより掃除を頑張って、お手紙でも書こうかなって思ってます。今日はもう掃除を何個か、いつもより頑張った、鏡拭いたりそんなことですけども、皆さんも、緊急事態宣言は終わりましたが、ソーシャルディスタンスを守りつつ、そうですね、手洗いうがいをしっかりしていきましょう。それでは。